三好さんはいかがですか、つけてみて。10カラット。10カラット。じゃあもうあれだね、結婚するときはこれより大きいのちょうだいねっていうの。いやもう本当にどうしましょう。どういうことに気を使ってなんか過ごされてるんですか。自分の体を作るには何が必要かって考えたときに、やっぱり食事と適度な運動は必要だなと思って。素晴らしい。基本自炊をしてます。ジムも素晴らしい。今週3でジムも。素晴らしい。頑張ってます。週7で行ってます。かぶせてこなくていいのよ。今日もこの前行ってきました。ジムの何がいいんですか、体を鍛えることって。あのねとか言っちゃった。ジムの何がいいか、ストレス発散になるんですよ。わかりますよね。はい、すごいストレス発散なんですよ。そうなんですよ。行くとちょっと疲れが取れます。へえ。だから疲れやすい人とかはすごいおすすめです、うん、へえ。あと睡眠の質が良くなりますよ。良くなります。そうなんですね。12時間寝れます。12時間なんか様子がおかしいですが、あれどうされました。今日はですね、お揃いで指輪をつけてきました。あ、目覚ましくんの右手にペアリングですね。私もなんかここにはめたら面白いかなって思っても、できないよなって思って、やるかなって思ったらもうやってました。